はい、チャンピオンジョッキー実況を始めていきたいと思います。現在1年目の8月3週ですね。31勝してます。30勝到達したんでね、来週からね、 G1 に乗れるということで、今シーズンの目標はやっぱりね、 G1 ジョッキーになること。そしてですね、31勝というとね、ちょっとリーディングを見てみましょう。ひょっとしたらね、リーディングも取れるかもしれないなと。1位がね、現在天宮くん45勝なんですよ。僕との差が14勝なのでね、狙えないことはないかなと。まあ、11位あたり福永くんがね、32勝ということで、福永くんくらいなら勝てそうかなと。さて、騎乗交渉いきましょう。あのね、キャプチャーボックスの状態がね、ちょっと悪くて、失敗をね、繰り返してるんですよね。なので今回もね、短めに収録したいと思います。これね、障害レースですけどね、障害レースちょっとね、チュートリアルでやったんですけど、まあ依頼ではないんでね、今回はガレオン乗りましょう。ガレオン、はい。そして小倉の方でね、桜千歳王が小倉日経オープンに出走すると。この辺ね、なぜこのレースという感じがするんですけどね。桜千歳王といえばやっぱり直線の長いコースがね、得意で、東京コースでね、走った記憶があるんでね、この小倉日経オープンというのは謎なレース選択ですね。サクッといきましょうね。マレーシアカップ 2000m ですね。まあアビリティが一瞬の切れ、四角先頭アレババ丸と、なかなかね、能力を持った馬ですよね。6番人気サシューマといきましょう。ヘルメットの裏には無我夢中。いや、無我夢中で行きたいんですよね、僕はね。ところが機材の方がね、キャプチャーボックスの方がね、不調で、ちょっと無我夢中という気分ではないんですよね。心配で心配で、取れてるかどうかね。だからゲームに集中できないかもしれない。まあ、ちょっとね、前目の位置取りですね。もうちょっと後ろから行きたかったかなと。まあ、折り合いつけて、イージーボーイ、イージーボーイ。4番手ですよね、これは。もうちょっと後ろから行きたいと。これだから、ハミレベルでね、調整した方がいいみたいですね。ハミレベルで、このね、折り合いつけることをやると、機嫌メーカーですかね、あれが青にならないっていう話を聞いたんでね。そしてね、なんかいろいろ仕掛けのポイントとかも、コメントでね、アドバイスいただいたんですけど、正直覚えてないなと。申し訳ない。これ、店口でね、上がっていって。これ遅いですよね、おそらくね。ワーストですよね。追い道で。追い道、させ。お、一瞬抜きできた。やりました、勝ちました。よし。一瞬の切れのね、アビリティが発動したおかげで、勝てたかなと。ラッキーだった感はありますね。さて、チータンですね。桜千歳を、まあ、小倉競馬場なんでね、直線は短いですから、まあ、しんがり1機、オースト1機、一瞬抜きでね、まあ、オースト1機をね、発動できるように乗ったらね、勝てるんじゃないかなと思いますね。レース行きましょう。まあ、桜千歳をというとね、 G1 でバリバリやる馬ですからね、こんなところでね、負けてるわけにはいきません。あ、ちょっと出遅れ癖、マジですか。参ったなぁ。神レベルをね、上げて。一度リエクセレント。レボリューションがね、なかなか出ないんでね、仕掛けのポイントとか効くんですけど、つかめませんね。まあ、直線向いたところでも仕掛けた方がいいよと。直線の短いコースではね、そういうコメントもありましたんで、ね、あまりね、溜めすぎてもダメかなと。折り合い変えてるしね、大丈夫ですかね。もう馬上がっていってね、いいかもしれない。このチャンピオンジョッキはね、内と外の差はあまりないんで、
まだねスタミナゲージがね残ってるんで、ここでね仕掛けていいんだということなんで、オーストイッキー来たね、オーストイッキー一瞬のキレ追い打ち見事な競馬ですね。さすがストセオの能力にね助けられたという感じですね。やっぱり強いわこの馬、もう切れ味はねもう現役当時からナンバーワンでしたからね、うん、桜地統制王の切れ味にかなう馬はねいませんでしたからね。トロットサンダーぐらいですか。トロットサンダーとは直接やってないのかな。いただきます、一頭ください。まあでもこれねおそらく条件馬ばかりなんですよね、まあ、知ってるのはマダムビオーレとかねメジロアムールあたりなんですけど、まあ、このあたりね普通に条件馬じゃないかなと思うんですよね、まあ、マダムビオーレねもらいましょう。このね相沢先生っていうのがねなかなか美人な調教師でね、こういう調教師がね実際の世界にいたらね、競馬界も変わるでしょうね。まだ女性の調教師っていうのはね JRA にはいませんよね。地方にはいるんですかね。このね中条ジョッキーっていうのは後輩についていくっていうね、そういう人っていますかね現実でもね、後輩についていく先輩ね。うん、まあね小芝大先生は素晴らしい方ですからね。さて33勝騎乗交渉、まあね数を乗りたいんでね、数を乗って勝率を稼ぐっていうのがね、まあ、今の目標なので、このラルムスっていうのがねおそらく僕がね初勝利した時の馬なんですよね。てっきり忘れててね、まあ、動画見直してみて初めて気づいたんですけど、これねコマンドで成績でそうですよね、3月1週に僕が乗って勝ってると、これ初勝利なんですよ。だからこのまま乗りましょう。初勝利のね時のサラブレッド馬を忘れてるっていうジョッキーいますかね、うん、ちょっとなかなかいないと思うんですけど、リアルもね乗りましょう。まあ、こちらはクリオンって聞いたことあるけどね走るんですかね、まあ、大活ジョーンのあたり乗りたいんで、そしてマダムビオーレもね乗りましょうね。はい、さて行きましょうレース。マリモ特別リアルかかり癖、これは厳しいかもしれませんね。11番人気でかかり癖、赤いねアビリティっていうのがすごい多いんで、特性がね、まあ、逃げ馬ですよね。短距離の逃げ馬、短距離の逃げ馬はねハイペースにね絡まれることが多いんで難しいと。なのでコメントによるとね、なんか 2,3 番手から番手でもいいよっていう意見がありましたんで、番手で行きたいと思います。逃げないでね、まあ、スローペースだったらね逃げてもいいんですけど、まあ、ここら辺はハミレベルで調整して、まあ、できれば 1200m なら天の山ハロン34秒台ですよね。前飛ばしてるよねこれね。どれぐらいの天皇さんハローになるか、かかり癖これは厳しい。34秒6台これスローだ、ね、やばい、これはちょっとこれはいただけないな。この騎乗はちょっと後ろからね乗りすぎましたね。ちょっとダメだこれ、これはねまずい、自分としてはまずいきませんね5着、うん、まあ、11番人気5着ですからね、あの調教師には褒められてますけど、
自分的には満足いかない結果ですね、うん、さてマダムビオール6番人気ね、うん、二の足とまた先行馬ですね。ダート 1000m これがねちょっと難しいんですよね。短距離の逃げ先行馬っていうのがね、まあ、番手でね番手で早めに仕掛けて、早めに仕掛けるとねハイペースに巻き込まれるんで、まあ、できるだけ、ね、仕掛けを遅らせた方がいいのかなと、分かりませんけどね。神レベルで折り合いをつけて、うん、セームチはまだだよね。我慢した方がいいねこれね。あーこれちょっとペース早いのかな、追い打ちでやっぱ前バッてたよね。追い打ちでなんとか粘ってくれ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 、いやーやっぱり最後の直線だったら暴れるんですよね。最後の直線って平常心を保てないっていうかね、うーん難しいですね。フォームがバラバラになって、うん、3着ですか。6番人気3着だから本当のジョッキーもね、最後の直線になったらね、みんなフォームがバラバラになったりするんじゃないですかね。平常心失ってね、新人ジョッキーなんか特にそうだと思いますよ。ダイカツジョンド1番人気ですね。これは、まあ、先行馬なんで、まあ、四角先頭ぐらいの強気の競馬でいきましょうかね。さてここはね勝たないといけない。一番人気に、ね、乗る機会っていうのがあまりないですからね。まだね期待に応えないといけないよ、まあ、2番手ぐらいで折り合ってイージーボーイイージーボーイ。まあ、四角先頭でいきたいよね、まあ、これスローに落としたね前の馬ね。逃げたくはないとか逃げたい馬がねそんないないような感じですね。こういう時はやっぱりね強気の競馬しないとね、人気の馬が早めに先頭に立つぐらいでいいんじゃないかなと思いますね。背打ちでテンション上げて、よし、OK、これはいいでしょ。四角先頭来たね、瞬間の反応来たね。これ剛腕追いっていうのもあるみたいなんですけど、勝ちましたね。よし、ガッツポーズガッツポーズ、まあ、今のはなかなかねいい騎乗だったんじゃないかなと。翌週今回ねちょっとこれで切りますね。13分ぐらいなんですけど、なんでしょう、騎手の悩み相談室一度覗いてみたら、うん、なんでしょうねこれね。というわけで今回これ一旦切りますね。あのキャプチャーボックス不調で本当取れてるかどうかわからないんで、うん、しばらくはねウィッポーの実況もね、あのチャンピオンジョッキーの実況もね短時間で終わらせるという機会が多くなると思います。それではご視聴ありがとうございました。また会いましょう。